ここから、国語、まず国語の、解説から始めたいと思います。立石さん、国語の、はい、読解力っていうのは、はいはい、まあ、一長一短には、まあ、学力が上がっていかないと思うんですけど、はいはい、これから、入試までどのような形で、はい、国語っていうのを、まあ、学力を高めていけばいいのかってお話しいただけますかね。あ、わかりました。すべてにおいて私も専門科目ではないんですけれども、やっぱり国語は学、まあ、志望校によってパターンっていうのですかね、問題のパターンが、例えば長文読解も丸々長文読解1問を出す学校もあれば、物語文説明文と2つに分けて、あとは知識問題っていうような形があるので、しっかりとそこは志望校の方の過去問は見とけば、まあ、自分の今の模試よりも意外と点数が取りやすかったりとか、あと問題の攻め方っていうんですかね、そういう問題解き方が変わってくるかと思いますので、そういったところをよく注意していただくと、意外とね、算数はその偏差値通りに行くんですけれども、実際に入試して意外と国語がそこで合否の境目っていうんですかね、分かれ目になる可能性があるので、国語に関してはまあ、そんな伸びないかもしれない、実力的には伸びないかもしれないんですけど、点数に関しては伸びる可能性は非常にある科目だと私は思ってます。はい、そうですね、まあ、一長一短にはね、読解力っていうのは身についていかないとは思うんですけども、うんうん、まあ、少しずつそういったも読解力を上げていくことはできると思って。そうですね、うん、はい、ですから、まあ、問題をやり直す、読解問題をやり直すとか、 その辺は結構重要になってきますよね。本当ですよ。もうそれをみんな模試とかをね、もう受けただけでもうこれで満足っていう方々いると思うんですけど、模試というものはね、受けた後がすごく大事だっていうことをね、ぜひで、ね、この受験生の皆さんにね、お伝えしたいなと思ってます。はい、じゃあ、実際に今回9月の5日の合判模試の、はい、国語なんですけれども、はい、満点が150点です。はいはい、で平均点が今回は77点という形になりますね。まあ、半分ちょっと。そうですね、だからちょっと少しだけ簡単に、うん、簡単というか、まあ、あれですよね、大体75点を平均点設定して問題って作成者は作ってますので、うん、77点だとちょっと、まあ、簡単という言い方も優しかったかなというところなんですかね。うん、そうですね、まあ、比較的読みやすかった文章だったんじゃないかなと思います、うんうん、もうここから、はい、例えば偏差値50の子が55に上げるのは、はいはい、どう何点ぐらいだったのかなというと88点、まあ、はいはい、プラス11点取れれば、うん、偏差値5っていうのが上がってくるとですね。大体国語の場合って、まあ、配点がうちの場合ですと5点とか、そうですね、はい、6点とかその辺が多いので、まあ、大体2問ぐらい、そうですね、うん、取れれば上げていくことができると思うんですよね。偏差値60だと100点で、偏差値65だと110点っていうふうになってるんで、まあ、それでもやっぱり2問、もしくは知識問題ですかね、資格単位項が、まあ、5問ぐらい取れると偏差値5は上がるということですよね。そうですね、うん、で今回物語文は、はいはい、工藤淳子さんの明日また学校でっていう文章になっています、はいはい、これってあれですよね、去年の駒場東邦に出題された問題ですよね、国語。そうですね、2021年ですかね、1年ですよね、はい、あれを見ると、まあ、4社の関係性っていうんですか、お母さん兄弟3人の4人の関係性だったんですけど、今回は、まあ、兄弟3人の関係性について出題されたと思うんですけれども、やっぱりその物語の背景とか、そういったその個人個人の関係性をどうやって見抜くかっていうところがポイントだったんじゃないかなと思います、うん、そうですね。でその本当になる問題は、まあ、多分物語文の、最後の問題、そうですね、うん、問い10ですよね、はいはい、人物像、主人公の人物像を、まあ、答える選択肢の問題、人物像のところ、あと
登場人物との関係性、まあ、この辺っていうのが抑えてればいいんですけれども、実はここの問題が、まあ40% ぐらいが正答率なんですけど、正答率かね、で 33.2% ですかね、うん、そうですね、で、誤答率が半分以上誤答してるんですよね。はいはい、そうですね、うん、だから、まあ、選んだ選択肢が間違ってしまっているっていう受験生が多かったんですよね、うん、どことどこを間違うかって、要は二択にしてどこを選ぶかっていうところだと思うんですよね、こういう場合、うん、解き方としては、はい、そうですね、ですからここのところで、まあ、選択肢の場合はね、消去法で考えていくというのが一番いいと思うんですけれども、うん、まあ、一番消えるやつをだいたい2問ぐらい、そうですね、消えますよね、うん、この場合だと消えていくので、まあ、ここですと多分うとえは消えますよね、うん、これが簡単に消えると思うんですよね、うん、であとイで、はいはい、迷うんじゃないかな、迷いますよね、うん、でここのところはじゃあどこがあとイで違うのかなっていうところを、まあ、本文と見比べて、はいはい、うん、答えていかなければいけないんですけれども、いいね、まあ、これ正解はイだったと思うんですけれども、はいはい、まあ、アがなぜ違うのかっていうことですよね、うん、そうですね、ここは舘さんどんな感じでこう解いていきたいんですか。だからそこで、うん、迷って大体最後の方は一緒なんですけど、最初のところでやっぱり何も考えず自分勝手な行動をする弟っていうところはちょっと僕の方ではそういった根拠のあるものがなかったかなと思ったんですよね、うん、そうですね、ここでのポイントとしてはですね、本文には書いてないんですけど、3ページの上段ぐらいからです、はいはい、まあ、兄弟のことに対してっていうのは、うん、書かれてるんですよね。そうですね、ですから、まあ、この辺から読み取っていくしかないんですけれども、この主人公と弟はなんかその兄に対しての劣等感というか、はいはい、それを感じてるっていうことなんですよね、うん、ここがポイントだったんですよね。ですんで、うん、ここのところで、まあ、何も考えずに自分勝手な行動する弟っていうのが違ってくるんですよね。違ってますね、うん、自分と同じだと思ってるんですよね、ある意味ね、うん、主人公はね、うん、で兄があまりにも優秀すぎちゃっているのではい、はい、そこで自分たちは兄に対して劣等感を、抱いている。だから、うん、まあ、弟に関してもそうじゃないんだよ、理解、もうちょっと理解してほしいよ、自分も含めてね、はいはい、そういった思いがあるんですよね、あるんですよね。特に学校の先生が全て知ってるって、これがポイントですよね。そう、そうなんです、そうなんです、まあね、学校の先生が3人兄弟、うん、みんなを見てるっていう、みんな見てるっていうね、はいはいはい、うん、まあ、どうしても先生はお兄ちゃんを基準にして考えていると、ね、そういうようなことがね、この文章からね、読み取れると思うんです。読み取ってもらいたいなと思う、ね、はいはい、そうですね、だここのところがやっぱりポイントだったんじゃないかなと思いますね、うん、で逆にここのところを抑えられる、まあ、問い中から抑えられるというような形ですと、まあ、他の大体の文章の大筋っていうところを捉えられているので、他の章もっていうのも取れるような、うん、ような感じになりますね。そうです。だからあと記述も今回ありましたよね、問い7番。そうですね、問い7番、記述ありましたね。だからこれはやっぱりそういう関係性をしっかり持って具体的に書いていただくっていうことが大事かなとは思うんですよね。そうですね、でやっぱり問い7はでも今回非常に書けてると思います、うん、だからもし書けてない人がいたら、ちょっとここは正直言って、まあ、もして1問か2問ぐらい多くても記述が出ないんですけれども、他のね受験をした場合は結構記述問題いっぱい出てきますので、うん、そういったところで書く練習も含めて、ここは比較的に簡単な記述なので、記述が苦手かっていう受験生がいたら、ここは1回書いていただいてもいいかなと思いますね、うん、そうですね、記述は意外に点数取れる場所になってますよね。そうですよね、うん、だから記述イコール難しいって
捉えるんじゃなくて、記述イコール得点源っていうようなね、考え方でね、取り組んでいってもらいたいなと思います。採点方法としては、やっぱりキーワードがこれの場合だと2つぐらいあるわけですよね。そうですね。そのキーワードがちゃんと入ってるかで、もし入ってなかったとしても部分点はもらえるわけですよね、1個でも。そうですね、採点ポイント、まあ、その問題によってになってくると思うんですけど、うんうん、いくつかキーワードが あります。で、どちらか入ってれば、加点はしていくので。だから計算に勝てない人はまずね、キーワードっていうか、ここら辺かなっていうようなキーワードを見つけて、それをうまく文章にしていくっていうことが大事かなと思います。で、主語と述語は必ずやっぱり入れていただいた方が得点は取りやすいかなと思いますので、ぜひやっていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ次に説明文なんですけども、はい、まあ、説明文は一応今回、考える方法って、科学とは何かっていうで、もう確証がないと科学ではないぞっていうようなお話だったと思うんですけれども、うん、どうでしたかね。僕はね、意外とこれはすんなり読みやすくて、やりやすかったんですけど、ただ今回のこの落とし穴、問い11番の最後の問題ですよね、うん、そこの中に入れなさいって文章のところに元の文章一文が抜けてます、元の文章のところに入れなさいっていうところなんですけど、これ問いを読まないでそのまま問題文を読んでから問いに行くと、かなりこれ僕きついかなと思うんですよ。時間が取られちゃうかなと、ね、うんうん、そうですね、そうですね。だからこの場合は、まあ、全部そうなんですけども、説問を一回つらって読んどいた方がいいと思うんですね。どういう問題が出るかな。そうですね。で、その中でこれはね、一文抜けてるっていうときは、そういったところでどうするかっていうところが大事になってくるかなと思うんですよね。うん、特にここで大事なのは、まあ、科学的思考から遠ざかってしまうのだっていうところに近い文章が多分おそらく出てきてると思うので、そこを必ず押さえることが大事かなと思います。うん、そうですね。テクニック的なところですね。そうですね。うん、まあ本当にね、まず問題をさらっと見とく、問題数ですとか、あと記述が何本あるとか、でそれで時間ペース配分ですね、時間のペース配分を捉えておく、あとは回答用紙のマス目から推測するとかね、まあ、その辺はやっぱりやっとくと、ペース配分が間違いなく進むかなと思います、ね、もうで、そうですね。だからそういったところでやっぱり得点感覚っていうのがそこでつけていくことができますので、うん、できない問題っていうのは僕、他の科目を含めてしょうがないと思うんですけど、できる問題を時間が足りなかったとかミスをしてしまった落とすっていうのがやっぱり一番入試では落ちるっていう言い方おかしいですけど、やっぱり合格する可能性はその分低くなるので、うんうん、いかにもしも入試もできる問題を取りに行くかっていうところだと思うので、こういうところはやっぱり質問最初に読んでいた方がいいかもしれないですね。うん、そうですね。ですので、まあ成績のところを、毎回見ていただくときに、うんうん、正答率を見て、そうですね。誤答率が高いところで間違ってる問題、うんうん、はいはい、この辺はやっぱり押さえておいた方がいいですね。うん、まあ、半分、まあ、で逆に正答率が高いところで落ちちゃってる場合は、そこはちょっとミス。やり直した方がいいですね。必ずやり直した方がいいなと、ね。これはまあ全般的に、ここだけじゃなくてね、そんな形で進めていってもらえればなと思います。はい。